はい、遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。今回はですね、シャドール VS 鉄獣戦線になります。まずは鉄獣戦線側が炎武天気を発動、デッキからフラクトールを手札に加え、フラクトールを墓地に送ります。そしてフラクトールの効果によりデッキからシャドールじゃねえよ、鉄獣戦線カードを墓地に送ります。いつも通りの流れですね。鉄獣戦線どういった能力という、どういった構築が流行ってるのか。最近はレスキューキャットを入れた方が流行ってるみたいですね。前まではですね、烈風の結界像とか、あるいは、巨神鳥ですね。ミストマリンの巨神鳥とかを入れた形が流行ってたりしたんですけれど、今はそれが抜けてですね、ベオブルムの効果、新規カードであるね、ベオブルムの登場によって、鉄獣の光線を敵から持ってくるので、そっちにシフトした方が強いんじゃないかということで、デッキからね、言うちゃ悪いんですけれども、なんていう不純物正直な話、烈風の結界像とかは不純物ですから、そういったものが減るという部分においては強いんじゃないかなと思ってますね。さあ、あれはケラスを通常召喚し、効果。ケラスの効果によりデッキ3枚除外ですね。3枚を除外して、リンク3のモンスターを独召喚。いや、2枚か。2枚を除外して特殊召喚ですね。2枚を除外したということは、ベオブルムですかね。もし手札に光線がある場合は、別にベオブルムである必要ないんですけどね。フェリジットとかでもいいですし。光線がある場合、考えなければならないのは、ゲームから除外されている状況と、墓地に、鉄獣戦線を4枚以上、特殊召喚できる鉄獣戦線を4枚以上用意しなければならないということです。今この状況ですとフェリジットを出したわけですけど、フェリジット墓地に送られても光線の効果で特殊召喚できないんですね。リンク召喚扱いにならないので、ですからそういった部分も含めて、これで一応ケラスも含めたら4枚になるのか、でフェリジット出したということは、つまりね、光線を手札に持ってるっていうことです。別に光線持ってなかったらあそこベオブルムでいいですからね。さあ、フェリジットの効果により1枚ドローし、デッキの一番下に戻します。で、出したのはルガルですね。ここルガルである必要も、リンクさんだったら別にいいんですけど、ここの状況だとあれか、ルガルしか出すことはできないか。で、光線をセットしてって感じです。ある程度バラバラになるんだけど、しゃあないよねっていう。さあ、開始のターン。シャドールだと相性は悪くないんですよ。鉄獣戦線相手に。シャドールフュージョンを打てるというのもあるんですけど、しっかり事故っとるな、あれは。しっかり事故ってらっしゃいません、ね。カード1枚捨てて、モンスター1枚セットしてターンエンド。メインシュルジにルガル効果。いや、でもルガル使ってしまうと光線が打てないんですよ。いや、打ってもいいんだけど。そう、そうなんです。ルガル効果使ってしまうと墓地に4枚揃わなくなってしまうので、襲来が出ないんですね。だから効果は使わないやっていう。ルガルの効果は使わない。それが正解です。だから特にルガルの効果は襲来がいる場合に使うみたいな、結構オーバーキルがあるんですよ。襲来がいる状況でルガル使えるってなると、ほら、リンク4とリンク3が習ってる状況ですからね。そんなん、そら強いよっていう話なんですよ。そんなん別に、ルガル効果使う使わない以前の問題として勝てるだろうっていう状況になるので。さあ、鉄獣の光線の効果でモンスター4体を特殊召喚し、シュライゴ特殊召喚で、シュライゴの効果で相手フィールド上のカード除外し、さらに、墓地に送られたキッドの効果、そしてナーベルの効果を発動。キッドの効果、ナーベルの効果は別に何でもいいですね。キッドをチェーンに、ナーベルをチェーン1とするならば、ハルウララをかわせるのでおすすめです。さあ、そのままさって、シュライグの効果で裏守備を除外。裏も除外。シャドウルーク。打てねえな、あれは。モンスター1体だと打つ意味ないしね。これほぼ積んでるよね。新ジャンル、積んでるってやつです。積んでれならぬ。さあ、積んでるが発動してるわけで、
うん、この状況にあったらもうシュライグいて、ルガルムいて、フラクトルがいいでしょ。もうここで全部が通ったら、なんかモンスターリンク召喚して全部が通ったら、相手モンスター除外すれば余裕で8000なんで超えるのであって、この辺がルガルの効果がいまいち使いにくい理由ですね。展開で増やすのはいいんだけども、こいつをうまく使おうと思うと、あのシュライグを絡ませなきゃなんないんですが、もうシュライグはシュライグである意味完結してるのでね、1枚で非常に強いんで、まあ多分なんですけど、別にこれなんかする必要もないんですよね。フラクトールの効果を使う必要性もない。あのルガルとフラクトールでアラクセスコードとか出せばその瞬間終わりなので、まあそれだけでね、8000は超えるのでって、はい、勝利ですね。まあこれが鉄獣先生の力です。結構シンプルなんですよね。やっぱそこがいいと思う。初心者にもおすすめだと思うな、鉄獣先生は。やってることも、そしてまあ展開の仕方も、で、デッキの構築もそうなんですけれども、本当すごくシンプルで、エクストラも特にややこしいもの必要ないから、シンクロ必要だとか、エクシーズ必要とか、そういったものがないからね、リンクで全部埋め合わせてもいいということで、今のリンクモンスターという動き方を学ぶのであるならば、一番、なんだろう、簡単に動けるなと思います。おーっと、アレイスターにうらら。大パンした。バン、はい、大パンしない。そういうところが YP は嫌われるんですよ。ほんと。皆さんもやっちゃダメですよ。お、あったまさかのあった。さあ、召喚魔術発動し、いつも通りにアレイスタートでメルカバを得召喚。しかし増殖する G を打たれる。うらら G を持っているのが強さですね。さあ、ターンエンド。あ、ちなみにこれ40枚です。はい。40枚召喚シャドルです。お、フラクトールの効果発動。で、デッキから、ナーベルまたはキッドを口に送ります。いつもの流れです。まあ、先ほどのことなんですけれども、やっぱ初心者には鉄獣先生はかなりおすすめですね。動かし方が簡単というのと、リンクというものを学べるということ、そうで蘇生制限というものをね、難しい部分があるじゃないですか。例えばまあリンクにモンスターであるフェリジットを出した後に鉄獣の光線で蘇生できないよっていうのを覚えるためにもね、なんでですか、なんでできないんですか、蘇生制限というものがあってねみたいな、そこら辺を覚えるためにもトライブリゲードはいいかもしれないな。この辺分かりにくいもんね、蘇生制限とか。僕最初意味分かんなかったもんな。なんすか蘇生制限って、って召喚条件無視はできるのに蘇生制限無視できないとか、絶対意味分かんないよと思う。僕的に時と場合だとか、あるいは何タイミングを逃すとか、それ以上にこの辺は納得できない部分多いと思う。まあ、昔はね、愚かな埋葬でカオスソルジャーを墓地に送って死者蘇生で蘇生みたいなことをやろうとしてできなかったから納得できないって人はいたと思うんだけど、結構それに近いと思うよね。蘇生制限云々の話というのはやっぱ難しい、それが僕はここが一番なんかややこしい部分だと思ってる。遊戯王のルールの中でね、覚えにくい部分は。お、カード2枚捨ててモンスターセットしてターンエンド。おーっと、強い強い強い。メルカバーがやはり強い。アレイスターを通常召喚し、効果。デッキからサーチします。その処理ゴジ。さあ、ここは通すか通さないか。どっちなんだい、どっちなんだい。迷っています。鉄獣先生の弱点、やはり高校からだと通常召喚権を潰されて終わる場合が多いということ。ここが弱点だね。能動的に自ら SS する効果が少ないので、あとオプションを入れにくいというのがあるね。別の混合型にするとなると、別に鉄獣じゃなくてもいいでやろうからな。十二支入れる方流行ってたんですけど、そこもやっぱり微妙感はあるよね。ちょっと有用なカード増えたからな、鉄獣先生。お、増殖する G をメルカバーの効果で無効にしましたね。そして融合召喚、召喚魔術発動。手札のシャドールドラゴンかな、ドウェンディを
墓地に送って融合しようかな。そしてチェーン1チェーン2チェーン3で一応アレイサを対象に選択、アップカローネですね。そしてドラゴンの効果で伏せカードを選択。お、抹殺の指名者、抹殺の指名者で増殖する G を選択。なるほど、なるほどね、はい、相手に打たせないだろうかな、あれが鉄獣の光線だったとしてですけど、まあそれでもここまでいったらシャドール側の勝利でしょうそう思う、痛いんだけどな。でまあ、先ほどのことになるんですけれども、蘇生制限というもの、どこで覚えたかなーって話になるんですよね、蘇生制限云々って。なんでみたいな感じ。多分僕はシンクロ召喚だと思うんですよね。もうシンクロ召喚あたりでようやく学んだ気はする。SS したカードとか、あと、御用ガーディアンの時とか、そんな感じじゃなかったですかね。相手モンスターをね、なんか特殊召喚した相手モンスターを奪えないみたいなね。攻撃力下げてダークアームドドラゴンを攻撃してダークアームドドラゴン蘇生とかできねえよみたいな感じなんだけど、やろうとしてる人は結構いた気がするさあそのまま攻めてキットを戦闘破壊して効果を発動させた後、ベルテアナゴンダをリンク召喚ですね、うん、あれスタートで、そして効果デッキからシャドールカードを手札に加え墓地に落とします。まあ G はもう無効にしているのでお互いにね。しかしまあ抹殺の指名者で除外して増殖する G を無効にしたってことはあれなんですかね、伏せカードは鉄獣の光線と思ってなんですけど、この後に要因で発動しないってなると違うのかなって気がするんですよね。まあベルデアナゴンダの効果起動に対してなんかあるかもしれないけど、さあインカネーション効果で裏側守備表示のエリアルを戻して帰還ですね、アクカローネを。そして効果ベルデアナゴンダの効果コストでライフ2000と融合墓地に送って発動ですね、マジカライズフュージョン。あれ何も打たない、ちなみになんですが、ここでミドラーシを打った場合ですね、鉄獣の光線打てません。で鉄獣の光線は一度にモンスターをリンク召喚するのではなくて、モンスターを一度フィールド上に特殊召喚してからリンク召喚なので、特殊召喚を1回にしてしまうミドラーシだと発動自体ができなくなってしまいます。プラス増殖する G などを打った場合、効果で2枚ドローされてしまうということもあります。マジシャンズナビゲートみたいな感じかな。ああ、墓地の、召喚魔術と効果を発動し忘れてましたね。で、今、回収したと。まあ、別に回収しようとしなくても一緒の気もしますけどね。で、フラクトール効果。効果でコスト除外。メルカバーが通じるかなんだけど、ここ通さない意味ないですもんね。シュライグ出てくるから。で、効果で除外。まあ、当然ですな。ああ、さすがに負け。まあ、しょうがないですね。まあ、高校だと、鉄人先生はきついっていうことです。はい。お疲れ様でした。